んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは、責任ある仕事から逃げるのをやめるです。あなたは何か責任の重い仕事を頼まれた時、と答えていませんか？これは反抗精神の表れです。なんで私がそんなことをしなくてはいけないの？という表明なんです。気づいていますか？このが癖になってもう自動的に出ている人たちに、この誘導瞑想はぴったりですよ。あなたは責任ある仕事から逃げることで自分を成長させることから逃げています。なんともったいないことでしょうか。この人たちの言い分は、だって自分はストレスに弱いなんです。ストレスに弱いならやらなくていいという子供のような思考を持っています。予防注射と同じで、痛かろうが痛くなかろうが、予防注射は自分のためにするものです。ですから痛いは逃げる理由になりませんよね。それと同じで、ストレスがあろうがなかろうが求められたことはすべきですね。それは会社のため以前に自分自身のためです。それを何とかやり遂げるから成長できるんです。心の成長はあなた自身のためです。心が成長するということは、別次元で生きるのと同じなんです。全く違う楽しみがあるんです。もっと大人になって責任を果たせる自分になりましょう。その方が絶対に人生は面白いんです。遊びや趣味は所詮子供脳の楽しみ、大人脳の楽しみは仕事の達成感、充実感なんです。ですから今日はこれを直しましょう。いつものように自分を6歳の子供だと思ってください。そこへ大人の自分がやってきて話しかけます。では目を閉じて聞いていてくださいね。あなたは本当に責任感がないよね。いつもいつも責任の重い仕事から逃げているよね。誰かが今よりも責任のある仕事をあなたに与えようとすると、と声を上げて、頭の中では嫌だ嫌だ、できないできない、なんで私がそんなことをと繰り返しているよね。誰にでもできる程度の仕事しかできないから、いつ仕事がなくなるかわからない、だから不安だ不安だ、自信がない自信がないと言っているよね。責任ある仕事をしようとしないんだから、そんなの当たり前だよね。誰もそんなあなたを必要だなんて言ってくれるはずないよね。本当にバカだね。大人の自分はそれでとても困っているんだよ。責任ある仕事はしないから、いつまでも成長できない、だから自分に自信がなくて、それでいつも劣等感を持っているんだよ。いつでもあなたはもういらないと言われると感じていて恐れているよ。劣等感、ひがみ、不安から逃れられない。それが嫌で食べ物に逃げたり遊んだり、まるで子供だね。他の人が経験している人生の本当の楽しみがまだ得られていないんだよ。未来のあなたがこれでは困るよね。責任ある仕事を他の人がやることになると、あなたはほっとしているけど、本当はその人に実力で追い越されて、後で劣等感を感じることになるだけだよ。いつまでも人よりもできない自分でいて、得なんかないんだよ。だからいい加減に成長しなさい。そのためには責任ある仕事を引き受けなさい。責任が重いとストレスだから嫌だなんて言うのはやめなさい。あなたはストレスがいけないものだと思っているけど、違うよね。ストレスがあるくらいの仕事だからこそ成長できるんだよ。
劣等感やひがみ、仕事を失う不安の方がよほどのストレスだよね。仕事のストレスは自分を成長させる大切な圧力なんだよ。だから責任ある仕事をどんどんしなさい。ストレスに立ち向かいなさい。頑張りなさい。根性を出しなさい。逃げるのはやめなさい。今からでも遅くない。態度を改めて責任ある仕事を引き受けなさい。挑戦しなさい。心が成長すればもっと大きな人生の楽しみが味わえるよ。そして誇らしくなるよ。人生が面白くなるのはこれからだよ。